どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきましたはい、はいはい、ということで今回ですね、東京葛飾区にありますお好み焼き在庫さんにやってもらいました。最近ですね、テレビ東京深夜ドラマ枠で放送されている激辛道という番組をご存知でしょうか。こちらはですね、激辛をテーマにしたね、深夜ドラマなんですけども、まあいろんなお店に行くわけですけども、毎回毎回で、今回のこのお好み焼き在庫はですね、テレビ内で紹介された、激辛メニューがあるということを今回調査しに参りました。もうこれね、テレビのお墨付きですから、この激辛は。お好み焼きを激辛仕様にできるということで、今回ね、その激辛道で放送されたものと全く一緒のものを、チャレンジしていきたいかなと思います。楽しみなんで早速中に入っていきましょう。レッツゴー。テレビ東京深夜ドラマ激辛堂に登場したミックス店激辛堂オリジナル。まずはお好み焼きの生地を器に盛り、キャベツ、生卵をトッピング。その他、鶏、豚、海鮮類の具材を適度な大きさにカットします。続いてグリーンハバネロソースをドボドボとかけ、辛みを加えます。そしてチーズを加えたら生地は完成。鉄板で焼いていきます。片面をこんがりと焼き、ひっくり返します。在庫特製ソースを塗り、マヨネーズをたっぷりとかけ、ホットチリソース、粉末唐辛子をこれでもかと真っ赤になるほど振りかけます。最後にダメ押しの乾燥唐辛子、ハラペーニョをトッピングし完成。在庫激辛メニューのミックス店激辛とオリジナルのお目見えだ。ミックス店激辛とオリジナル出来上がりましたということで、これね、ちょっとね、唐辛子をかけすぎて店内中がむせ返っておりますけれども、はい、すみません、申し訳ございません。はい、じゃあちょっと早速いただきたいと思います。はい、美味しそう。あ、果たしてどれほどの破壊力があるか楽しみですね。いただきます。はい、じゃあちょっと早速いただきましょうか。この激辛ミックス店激辛とオリジナルということで、ちょっとね、これテレビでもね、ご飯と一緒にいただくということで、私もご飯と一緒にいただきますということで、ちょっとね、お好み焼きの常識が覆される、ありえないじゃないですか。お好み焼きに唐辛子を入れるなんて、関西のお好み焼き勢にちょっと怒られそうですけども、これはちょっと常識が覆されますね。おいしい。うん、おいしい。見てください、これもう真っ赤っか。これご飯に合いますね、これ。大量にこの唐辛子の粉がかかってるんで、機械に入るとむせ返りますね。あれ、これ一番人気は明太子もんじゃでしたっけ。明太もちチーズ。あ、明太もちチーズか。そうですね、一番人気は明太もちチーズなんで、決してね、激辛お好み焼き屋さんじゃないんで勘違いしないでくださいね。とお好み焼き在庫っていうじゃないですか。はい、これなんか名前の由来とかってあるんですか。もう山形では在庫って言ってた、田舎もんっていう意味で。はい、あ、私が田舎もんなもんで。何をおっしゃいますか。もうがっつり東京でお好み焼き屋やって、あ、じゃあ山形ご出身なんですね。辛い、うまい。
うん、唐辛子とマヨネーズの相性バッチリですね。これ美味しいですよね。うん、脳天を突き抜けるからさ。じゃあ帰ります。はい、どうもごめんなさい。本日2品目、こちらが肉焼きでございます。こちらもね、激辛堂で紹介されたメニューでございます。つけだれのようにこの目玉焼きのこの上にちょんちょんと乗っけてご飯と一緒に食べると、これがうめえということで、早速食べていきましょう。いただきます。豆板醤の辛みが効いてて美味しいですね。ご飯にぴったし。こちら の肉焼きはですね、別にハバネロとかそういう辛い唐辛子使ってないんでね、この豆板醤のみで辛みを出してるんで、辛いの苦手な方でも全然チャレンジできるかなと思います。普通に美味しい。うまっ、止まりません。ラスト、ラストお好み焼き、デカ通りじゃない。額からはほんのり汗をかいてきた。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。お好み焼き在庫さんの、ミックス店激辛堂オリジナル辛さレベル、じゃららじゃん、辛さレベル 5.5 です。おめでとうございます。見た目はね、本当に非常にこのインパクトあってね、いかにも辛そうな、お好み焼きですけれども、これあれ食べてびっくり、玉手箱ということで、マヨネーズとこの唐辛子の相性がバッチグーと。肉焼き、まあ、これも、ね、豆板醤、足した辛さなんでね、辛いの苦手な方でも、全然挑戦できる辛さかなと思います。今回ね、まあ、このテレビでこれ紹介された、激辛堂で紹介された、お店を巡りましたけれども、まあ、ぜひぜひ、毎週水曜日ですかね、激辛堂、放送されてますので、ぜひちょっとね、激辛マニアの方参考にして、そのお店行ってみるのもいいかなと思います。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログも更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。